無名最初ベガーナの眷属コスモグラフィカ、こっちは青の談笑会。よくもまあ古今東西の貴重な本をこれだけかき集めたもんや。うわこいつはイストミア・イブン、バリバリの金書やんか。風星賞の連中が見たら目の色変えるんとちゃうか。気候本だけじゃない、今年出たばかりの本もある。何な、なんてタイトルや。王国食べ歩き機構リベール通信社か。なんでそんなもんが金書と一緒に紛れ込んでんねん。どう考えてもおかしいやろ。私に言われても。料理の写真がとっても美味しそう。ああ、多分それはドロシーちゃんの写真やね。って、そやお前、腹ペコだったんとちゃうか？ケビンが本を調べてる間に腹ごしらえは済ませた。残ったからお裾分け。いつの間に。っていうかあんだけ大量に買い込んでたくせに残ったのはこれだけかい。どのパンも美味しかった。小麦粉もそうだけど水が良くないとあそこまで美味しいパンはなかなか作れない。リベール、いい国かも。確かにこの国の飯がうまいんは俺も認めるけど、っていい加減飯の話はええっちゅうの。分かってる。どう考えてもこの場所はおかしい。とりあえず一通り調べてみるべきだと思う。せやな。とそういえばもう光っていないね。ああ完全に無反応や。せやけどこいつが光った後俺らがこんな場所に飛ばされたのもまた事実。どうやら思ってた以上に。ケビン、それを貸して。私が預かっておく。え？なんや？いや、あなたを守るのが獣騎士たる私の使命。そんな危険そうなもの持たせておくわけにはいかない。あのな、渡しなさい。いいから落ち着け。俺らがここに飛ばされたんはこの宝石のせいやとまだ決まったわけやない。それに俺が持ってたのにお前も一緒に巻き込まれたんや。だったらお前が持ったところで危険なことには変わらんやろ。悪いが上司の決定や。獣騎士なら守護騎士の言うことには従うもんやで。分かった。でも本当に危険そうならすぐに手放して。それだけは譲れない。分かった、約束するわ。さてと、そんじゃ探索を始めるか。この決体な場所が何なのかとっとと突き止めるとしようや。了解。
れは。こいつはえらい思わせぶりやな。作りから言ってゼムリア時代のものとはちゃうみたいやけど。確かに装置じゃなくて石碑みたい。あ、下の方に何か書いてある。お、ほんまや。何何。何かのメッセージか。まあいい、ちょいと調べてみるか。何の仕掛けもなさそうや。素材も石みたいやし、やっぱ装置やないのは確かやな。そう、とりあえず力ずくで破壊してみる。せやな。って、なんでそうなんねん。いくら装置と違うからって何が起こるかわからへんやろ。冗談、言ってみただけ。めっちゃ目が本気だったんやけど。ともかく過激な手段は後回しや。ここは置いといて他の場所も調べてみよう。分かった。ここは。どこからどう見ても休憩所って感じやな。初夏といい石碑といい。癒しは大事。こんな場所でお弁当食べたらすごく美味しそう。ああ、確かにそれは良さそうやな。ま、これで魚がいたら釣り糸でも垂れてるところやけど。ケビン、釣り
今でもやってるの？うん、相変わらず下手の横好きやけどな。そういやリベールって釣り好きがやたら多くてな、趣味の域を超えた団体とかあるし、知り合った子なんてプロ顔負けの腕してたわ。そう。ん？なんや？なんでもない。魚がいないのは残念だけど、とても澄んだ水みたいだし、とりあえず飲み水が確保できたのはいい。せやな。よし、そんじゃあ他の場所も調べて。ケビン、これ。なあ、なんか落ちてるな。なんでこんなもんが。まあ、とりあえずもらっておくか。どうせ食べ物だったらよかったのにとか思って。ケビン、すごいね。独身の砲術まで使うなんて、さすが守護騎士かも。いや、そんなん砲術使うまでもないし。こうして喋ってても音がとんでもなく広い空間の中にいるのは間違いなさそうや。そっか。こらまた、えらい唐突に生えてるな。ずいぶん立派な枝ぶりやけど、なんでこんな場所に。残念、実がなる木じゃないみたい。さすがにそんな都合よくはいかんやろ。そやリース、薬草とか植物関係は詳しかったよな。この木、見覚えはないんか。わからない。少なくとも大陸西部で自生している種じゃないと思う。何か分かった？いや、ちょいと心当たりがな。とりあえず一通り他の場所も。でも楓みたいに樹液が甘い可能性はあるかも。幹のところちょっと傷つけてもいい？やめときなさい。通り調べてみたけど、重要そうな手がかりは何も見つからなかったね。まあな。ただここがどういう場所かっていうのは。どういうこと？ここはリベールであってリベールではない場所。
一種の異空間やないかと思う。もう少し詳しく。せやな、例の和の事件でこんなことがあったんやけど。そんなことが。じゃあこの場所もそれと同じ空間ということ？あくまで可能性の一つやけど、もっともそうだと仮定しても妙なことがいくつもあるんやけどな。分かった。王国食べ歩き機構ね。ビンゴ。仮にここが1200年前輝く輪とともに封印された、今年発行されたばかりの本がこの場所にあるのはおかしい。初夏にあった寄稿本も全て大崩壊以降のものやしな。ということは何者かがつい最近まで出入りしていたことになる。あの黒ずくめの男。その可能性はあるやろ。といってもあの男が王国食べ歩き機構なんて読むとも思えへんねんけど。それは確かに。ま、いずれにせよこれが何者かの意思によって仕組まれた事態なのは確かや。ひょっとしたら宝石が俺らの手に渡ることまで。そこまで。でも仮にそうだとしてこれからどうするの？ああ、そこが問題や。せめて端末でもあったらいろいろと試せるんやけど。あ、またか。今のは何かが割れた音。まさか。私のも。くそ、予備のクォーツも根こそぎ全滅かい。一体何やっちゅうねん。何？わからん。だがどうやらこいつが何か干渉したのは俺たちが持っていたクォーツを根こそぎ破壊したのも含めてな。本当にそれ手放さなくてもいいの？いや、手放したら逆に八方塞がりになるだけやろ。ともかくこれで何かの取っかかりができたはずや。変化した場所を徹底的に調べるとしよう。分かった。オーブメントでもなくアーティファクトでもない、ただの石の塊がどうして。まるで、はあ、確かにそんな感じかもな。いずれにせよ俺らの常識では理解不能なからくりみたいや。かざして。今のは？その宝石を石碑にかざしてください。誰が話しかけてるんや。どうか
を食らわばさらばでや。異邦者たちよ。待てよ。でもさっきの声とは違う。よくぞ来た。我が主の思いに応え、何時らに力を与え、え、対価を念じよ。さすれば何時らの知る断りで力を与えよう。ちょっと待て。対価、俺たちの知る断りって、ひょっとしてミラを使った買い物とか。そうか、把握した。何時らの断りに従い、
我が眷属を解放せよ。さすれば。今のって。聞くな。俺かてさっぱりや。ただどうやらミラやセピスを使えばここで戦力が整えられる。それだけは確かみたいやな。ちょうどさっき壊れたクォーツのセピスがある。それで一通り揃えてみる。ああ、そうしてみるか。いくらクラフトがあるからといって回復魔法くらいは必要やろ。どうやら結界みたいやな。思わせぶりな宝人が向こうに現れてるけど。
船底が光っとる。綺麗。よくぞ来た。またか。今の泉の方から。来訪者よ、喉を潤すがよい。我が主の望みに応え、何時らに活力を与えん。我輝きを取り戻せば、幾度かの戦いの後、我が元を訪れるがいい。気力を回復するとは。ほんま、どういう仕組みやね。確かに気力が全身にみなぎっている感じ。でもここの水が光っている時だけみたい。そうみたいやな。まあ、いまた時間を置いて訪ねてみることにしようや。また見事なもんやな。うん、光の花びらが舞い散っているみたい。歓迎する、マロードたちよ。ひょっとしてこの木が喋ってる。我が主の願いに応じ、何時らに大地の恵みを与え、されど我が力万全にあらざれば、相応の対価を望む者なり。我が主の力戻りし時、我が恵みの彩りも増えるであろう。何時らに大地の祝福を。木が喋って食材を売りつけてくるってどういう冗談やねん。リス、おい、どない。その大樹は七色の泉のほとりに根付き、恵みと喜びをもたらした。創世記第七節、始まりの地より。女神よ、あなたの大いなる慈悲とご加護に感謝いたします。めっちゃ嬉しそうやな。でもこれって女神の加護とは関係ないと思うけど。
そんなことない。すべての道は食に通ず、女神も聖典でそうおっしゃってる。言ってへん言ってへん。というわけでケビン、これをあげる。え、なんで俺がこんなものを。ケビンは少し不信心、守護騎士のくせに料理を通じて女神様への信仰を取り戻すべきだと思う。いや、それめっちゃ理屈おかしいから。それに料理やったらリースがやればええやろ。昔から料理、食材だってより美味しく調理されたがっているはず。いや、でもな。ダメ、はあ、俺も甘いな。言っておくけど、お前もちゃんと手伝えよ。あと作ってる最中でのつまみ食いは許さへんからな。わかってる。あの法人、もしかして出口。どちらかというと入り口かもしれへんな。さっきの石碑といい、木といい、泉といい、やたらと俺たちに準備と心構えをさせようとしてたし。うん、それでどうするの。あの中に飛び込んでみる。ああ、どの道俺らにそれ以外の選択肢。ああ、でもやっぱリースはここで待ってて。地通りと思ったけど、やっぱ二人で行動するか。何が起こるか分からへんし。当たり前。そうだケビン、これを渡しておくから。え、なんでお前がこんなもの持ってんねん。セルナート総長から渡してくれって頼まれた。最近ケビンからの報告が大雑把でアバウトすぎる。どうせ記録なんかろくにつけてないだろうから、渡しておいてくれ。バレてたか。っていうかリースって総長と知り合いやったんか。私の宝剣のお師匠様、とても尊敬している。知らんかった。っていうか総長、わざと俺に黙ってたな。確かに知ってたら騎士なんかに。ケビン、いや、なんでもない。あの法人に飛び込んだら何が待ってるか分からへん。気引き締めていくで。うん。ここは確かに入り口だったみたい。相も変わらずの決体な異空間か。どうやら先は長そうやな。うん、ケビン。こいつら魔獣？
そこや。無駄です。初めてや。つくづく俺らの常識が通用しない場所やな。魔獣もそうだけど、それ以上に変なことがあった。ああ、属性による影響の変化やな。うん、地、水、火、風、その四属性以外にも。そこまで気づいたか。本来、空、幻、時という上位属性による影響は発生し、火に弱い魔獣はおっても幻に弱い魔獣なんかおらん。それは俺らの住む世界が、女神と私たちの住む世界は決して交わらない。ただ女神は遥かなる高みから聖典の言葉通りだね。そう、教会の基本理念や。にもかかわらず、この場所ではその上位属性の影響が出とる。正直ありえへん話やね。じゃあ、あの骸骨みたいな魔獣も。魔獣というより魔物と言った方が早いかもな。俺らの世界には存在することが不可能な連中、それが平気で入る。このまま先に進んでもいいのかな。かなり手強かったが、対処できんほどではなさそうや。このまま可能な限り先に進んでみることにしよう。ただオーブメントのセットは一遍見直した方が良さそうやな。うん、そうだケビン、だったらこれも渡しておく。あ、これは魔獣手帳。戦った相手の情報を書き記しておくための手帳。今後戦闘を重ねるならきっと役立ってくれるはず。もっともここでは魔物手帳って呼んだ方がしっくりきそうだけど。確かに言えてるな。しかし、なんというか、聖杯手帳といい、この手帳といい、記録せなあかんものが多いな。ケビン、物臭すぎ。このくらいのこと、騎士として当然の務め。痛いとこついてくるな。まあ、さっさと変えてしまうか。サラサラサラ、よし、これで文句ないやろ。
どうか安らかに。そこや。女神を感謝いたします。もうしまいにしようか。よっ、そこや。そら、はっ、
触ってみるか。危険はなさそう。ああ、大丈夫みたいや。しかしなんや、随分と温かい光やったな。まるで心臓の鼓動みたいにゆっくり瞬いて。これはまた宝石か。違法者よ、宝石を手にする者よ。さっきの声。おい、あんた一体あんたは何者や。その封印石を庭園の石碑にかざしてください。そうすれば結界とトラ…くそ、聞き取りにくいな。今の宝石を最初の場所にあった石碑に持っていけばいいやな。宝石の力をさらに解放します。どうか役立ててください。気をつけて。力を集めなければあなた方も永遠に。ねえ、だから聞くなって。正直俺かて予想外の展開でいっぱいいっぱいや。しかしどうやらさっきの声は俺らを導こうとしてるみたいだな。それは確かに。その宝石に意志があって語りかけてきているとか。いや、さっきの声はあくまで宝石を対象物として語ってた。おそらく別の存在なんやろ。そしてそれとは別にかのものなんてのもいるらしい。それがあの時の黒ずくめの男か、さらに別のやつか。頭痛くなってきた。どうかんや。まあ、一つ一つ片付けていくしかないやろ。差し当たっては宝石の力を試してみるか。本気？本気も本気。天意の力を秘めたアーティファクトなんてかなりのレアものやで。こうなったら使えるもんは徹底的に利用させてもらうわ。分かった。でもくれぐれも取り扱いには気をつけて。ああ、まか。よし、うまくいったな。これで危なくなったらいつでもここに戻ってこられるわけや。うん、なかなか便利かも。正直その宝石はあんまり信用できないけど。ま、これまでと同じく取り扱いには注意しとくわ。さてと、お次はこいつか。封印石、あの石碑にかざすと解放されるみたいなことをあの声が言っていたけど、一体何？そればっかりは試してみないと分からへんな。
俺がかざしてみるから念のため警戒しといてくれ。わかった。反応した。さて、鬼が出るか蛇が出る。ティータちゃん、半年ぶりくらいか。ありがとうございます。あのお久しぶりです。あれ、そちらのお姉さんは。あれ、確か私お父さんと一緒にお家でお留守番をしてて、アガットさんが来るから支度をしてたら、あ、それで、はわわわわ、ここって一体夢？そうだ、ほっぺつねらなきゃ。こりゃ間違いなく本物やな。かわいい。正直これが原因かどうかすら分からへんってのが現状や。それにこれが原因だとすると、サイスにいたティータちゃんが巻き込まれた理由が分からへん。確かにサイスとグランセルでは距離もかなり離れてますし、ただ白い光に包まれた時刻はほぼ同じのようですね。何らかの関連性があるのは間違いないのではないかと。はい、私もそう思います。ごめんなさい。私ザイス中央工房見習いのピーターラッセルって言います。七王教会のシスターリース・アルジェントです。あなたのことはお母様やケビンからいろいろ。リースさんもお母さんに会ったんですか？ええ、写真を見せていただきました。こうしてお会いしてみるとお母様が自慢するのも納得です。みたいな可愛い人、お母さん大好きだと思うし。すみません、お姉さんなのに可愛いなんて。でもなんていうか、物静かで綺麗な人なんだけど、独特な雰囲気っていうか。独特。親子揃って鋭いやん。確かに独特って言ったらリース以上はそうおらんやろ。それでケビンさんたちはこれからどうするんですか？やっぱりこのまま脱出方法を探すんですよね。ああ、そのつもりや。といっても探索を始めたばっかりやから全然進展してへんねやけど。
せやな。正直ティータちゃんにはここで待っててほしいんやけど、さっきも言ったようにどうも俺らの常識ってもんが通用しない場所みたいでな。でもでもそれを言うならここで待ってても同じですし。エステルちゃんの妹分や。ケビン、本気？この子に関してはそんなに心配せんでもいい。こう見えても例の事件では最後まで修羅場に付き合ったんや。見た目よりはるかにしっかりしとる。そうは言っても、あのどうかお願いします。お二人に心配かけないよう安全には気をつけますから。わかりました。こちらこそよろしくお願いします。あ、本当です。どうやらあなたは他人に心配をかけるというのがどういうことなのかご存知の様子ならば、これ以上私が口出すまでもありません。ただしどうかくれぐれも気をつけてください。あ、はい。それに関しては俺からもよろしく頼むわ。ティータちゃんに何かあったら俺間違いなくエリカ博士に締め殺されてしまうからな。あ、はい、肝に銘じます。よっしゃ、仕切り直しや。ティータちゃんの装備を整えたら早速探索を再開するで。了解。はい。
今は消えてしまっていますが。そうだったんですか。何か理由があるんでしょうか。強いてあげるとすれば、あの封印石からティータちゃんを解放したのが原因かもしれんな。それ以外に俺らがやったことなんて他にないし。なるほど。でも確かにあり得るかもしれませんね。え？私を閉じ込めていた石がこの近くに置かれていたのにも何か理由があると思うんです。なんていうか、ルールに基づいているみたいな。ルール？なるほど、なんとなくわかります。つまりこの場合、あなたを解放しないと先に進めないルールだったというわけですね。あ、はい、ただの思いつきですけど。いや、いいところをついてるかもな。誰の仕業かは知らへんけど、この状況は恐ろしく作為的や。そのあたりも含めて注意する必要がありそうですね。異常なノリに慣れる必要がありそうやな。でも
動力技術の最高き娘って。どこからどう見てもティータちゃんのことやろうね。おい、この子でええんか。しかりその娘こそ我が求めし者なり。入れるのはその娘のみ。我が試練を臆さぬのなら、いざ扉をくぐり抜けるがいい。腕試しみたいなことをさせられるみたいやな。しかもティータちゃんしか入れるつもりはないらしい。理不尽ですね。相手にする必要はないかと。私中に入ってみます。え、ちょっと待った。さすがにそいつは。これもさっき言っていたルールかもしれません。今は少しでも手がかりが欲しいですし。危なそうだったらすぐに引き返しますから。ティータさん、わかった、頼んだわ。ただし何かあったらすぐに戻ってくるんやで。無理は禁物です。我が試練に打ち勝て。さすれば汝に記憶のかけらと祝福を与える。Thank you.
よくぞ試練に打ち勝った。ここに記憶のかけらと祝福を与える。見えてきた。残り320、310、300。いた。オペレーション開始します。座標微調整確認。ブースター起動。ティータ、久しぶりだね。え？あら、この子ったら。私たちの声、忘れちゃった？お父さん！久しぶりね、ティータ。ごめんよ、少し驚かそうと思って。権利があるわ。ティータ、ただいま。ずいぶん。お母
リカさん、抱きしめるのは着替えてからの方がいいよ。その整備服にはいろいろなセンサーが仕込んであるからね。ああそうだったわね。じゃあ先に済ませてしまいましょうか。さあ例の赤毛男はどこかしら。赤毛ってそう、リベールに帰ってきたからには一度挨拶しておかなきゃね。索敵モードオン。対象赤毛 98%。 アガットさんならまだボスだと思うけど、お母さん？チッ、サイスにはいないのね。まあいたならいたで大問題だけど。まあまあエリカさん、来月にでも二人で出向くことにしよう。僕も一度会っておきたいからね。そうね、クーデター騒動に輝く和事件、その間ティータが随分お世話になったみたいだしきっちりお礼させてもらわないと。じゃあ今度紹介するね。アガットさんの家って小さいけど暖かくてすごくいいところなんだよ。え？まあまあ落ち着いて落ち着いて。ティータもむやみに刺激しないようにね。アガットさん、アガットさん、もれ私のティータによくも。なんじゃこれは。あ、おじいちゃん。お父さん、ご無沙汰しております。帰国の連絡もせずに申し訳ありませんでした。いやいやダン君、そんなことはどうでもええんじゃ。それよりも、なんじゃこの装置は。見たところブースターを装備したビークルのようじゃが。私が開発したランディングユニットよ。動力技術のない辺境に行くとね、飛行船の発着場はおろか空き地すらないことも多いのよ。うちの船で出かけても着陸できないでしょ。だからこれを使うわけ。お久しぶりね、アルバート・ラッセル。
まだ生きてたみたいで何よりだわ。あいにく今回の勝負は私の勝ちみたいだけど。ふん、またケチ臭いものを作りよって。エリカ、その程度の発明でこのわしに勝てるとでも思っとるのか。そのユニット見たところ有効稼働はせいぜい5分じゃ。それでは話にならん、実用化できんの。ああ、残念。私今日はこれでカルバードの国境付近から飛んできたのよ。なぬ確かにこのユニットの飛翔能力は限られているわ。だけどよ、アルバートラッセル、船から動力式カタパルトで射出すれば約120セルジを飛行可能なの。今回は動力回路を改良して382.2秒の稼働を記録したわ。120セルジ、382.2秒。さすがに驚いたようね。老人には少し刺激が強すぎたかしら。むひー、何を言うか。わしが開発したカペルに比べればこんなものおもちゃにすぎんわ。こんなものわしなら昼にしながらでも作れそうじゃの。何を、このクソジジイが。資料を読んだわよ、アルバートラッセル。ティータをあんなに危険な目に遭わせておいて、よくも抜け抜けと。おまけに悪い虫まで寄りつけて。なんじゃい。今の今まで大陸中を突き歩いとったのはそっちじゃろ。お前に非難されるような筋合いはないの。大丈夫だよ。二人とも久しぶりに会って照れてるだけなんだから。でもこんなところで喧嘩しちゃったら通行の邪魔にもなっちゃうし。そうだね。ランディングユニットも格納しなきゃいけないし、この二人も家の方に連れて帰らないとね。リータ、手伝ってくれる？砂糖は3つだね。あ、私も手伝うね。相変わらず邪道じゃの。コーヒーはブラックに限るわい。これだから頭の固い老人は。邪道を邪道と呼んで何が悪いんじゃ。おまけにまだ砂糖を3つも入れとるのか。はあ、嘆かわしいの。ほらほら、エリカさん。はい、熱いうちに飲んでね。一時休戦ね。どれ、いただくとするかの。さてと、アルバートラッセル、お土産は？土産？
どうしてわしが土産を用意せなならんのじゃ。海外旅行を満喫しとったのはお主らの方じゃろ。ムリア様と一緒にアルセイユに乗ったくせに。ユリア様の写真とかハンカチとか制服のボタンとかもらってきたよ。エリカさんは士官学校時代からのユリアさんファンだからね。エリカよ、くだらんことを言っとる暇があったら論文の一つにでも目を通したらどうじゃ。めったこれじゃから。今ユリア様を侮辱した。さあ何のことじゃ。ユリア大尉とはアルセイユ登場中によくお茶した仲じゃからの、うん、彼女はなかなか見どころのあるわ。こんなクソジジイがその減らず口を塞いでくれるわ。どうじゃ、羨ましいか、羨ましいかの。もう二人ともすぐに喧嘩するんだから、ティータ、どうかした？ううん、こうやってお母さんとおじいちゃんが取っ組み合いしてるのを見るのも久しぶりだなと。うん、そうだね。リタ、後で一緒にお買い物に行こうか。今日の夕飯は僕が作るよ。お父さんの作るご飯も久しぶりだ。しばらくはお仕事も入ってないからね。今日からしばらくは僕がご飯を作ります。ティータ、もういいよ。あとはやっておくから、今日はもう休みなさい。ううん、このくらいいつもやってるから。お父さんこそ先に休んでていいよ。本当はお仕事大急ぎで片付けてきたんでしょ。ティータも鋭いことを言うようになったね。私ももうすぐ13だよ。子供じゃないんだから。これは。エリカよ、本気でこれを作るつもりなのか。そのために帰ってきたのよ。こんなものを制作できるのは ZCF しかない。少なくとも私はそう信じているわ。おじいちゃん。あら、ティータ、まだ起きてたの。もう12時回ってるんだから早く寝なさい。それって設計図？なになに、私にも見せて。あら、お風呂上がりなんだし風邪ひいちゃうじゃない。見せて見せて。すごく複雑そうだけど、あの右端のやつってオーバルエンジンだよね。かなりコンパクトなタイプ。
あ、新しい飛行船かな、それとも。お母さん、私にも見せてよ。もうこの子ったら、相変わらず機械のことになると目の色変わっちゃうのね。お母さん、ごまかさないで。こちらは片付きました。そろそろ始めましょうか。あらだ、ちょうどいいところに。この子頼むわね。あ、そうだね、もう遅いし。さあ、ティータ。ちょっとだけでいいから見せて。あのコンバーターのトルクが小さいのが気になる。ちょっと見ないうちにパワーアップしてるな。ほらほら、ティータ、もう寝ようね。まずはこのユニットの制作なんだけど。厄介そうじゃの。一度カペルでシミュレーションする必要がありそうじゃ。それからフレームなんですが、従来のものでは持ちません。新素材を試してみようかと。してるんだろう。もうちょっと近づけないかな。ティータ？おー、見つかっちゃった。ほら、もう寝なさい。詳しい話は明日教えてあげるからね。絶対だよ、お父さん。はいはい、絶対だ。わかってるよ。空の女神様に誓って約束は守ります。おやすみ、ティータ。おやすみなさい。ティータは時々エリカさんと同じことを言うね。というわけじゃ。見くらう蛇か。やっぱり想像以上の技術力を持っているみたいね。まあの、正直連中の技術力はわしらのそれをはるかに超えておる。オーバーマペット、ゴスペル、そしてグロリアス。まあわしも連中の技術力には心当たりがないわけでもないが。で、なんじゃお主ら、やぶから棒に。連中の資料は一通り送ったはずじゃが。実は僕たちも知ってるんですよ、見喰らう蛇を。なんじゃと。はっきりと遭遇したわけではありません。しかし彼らは両兵団や特定の資産家などを通し確実に勢力を伸ばしている。ここ数年大陸辺境を回って、それをひしひしと感じます。だから帰ってきたのよ。まさかリベールに来るとは思わなかったから
今回は後手に回っちゃったけど。私たちは一刻も早くこれを完成させる必要があるわ。よく眠れたみたいだね。ごめんなさい、すっかり忘れ。あ、昨日の話今日教えてくれるって。うん、大丈夫。でも多分あの二人から直接聞いた方がいいんじゃないかな。お母さんと二人とも徹夜で話し込んでたみたいでね、朝早く中央工房に行ってしまったんだ。ていた。その前に朝ごはんを食べていってね。あ、すっかり忘れてた。まだ顔も洗ってないし、髪もとかさないと。じゃ、その後で朝ごはんにしようか。転ばないようにね。そんなことし。行ってきます。よし。中央。あ、工房長さん。やあ、ティータ君か。おはよう。あの、お母さんとおじいちゃん知りませんか？朝から中央工房に行っちゃったみたいで。ああ、知っているよ。知っているとも。今朝早くエリカ君が押しかけてきてね。新しい発明をするから広い場所貸せと脅されたんだよ。今演算室にいるはずだ。今度は何をする気なのかは知らないが、カペルで調べたいことがあるとかでね。ラッセル博士は設計室だと思うよ。ああ、なんてことだ。よりによってあの二人が共同開発だなんて。お願いだ。何も壊さないでくれよ。そういえば、いつもは発明勝負とかで喧嘩してばかりなのに。
の発明は共同開発なんだ。お母さんってお仕事のことになるとちょっと厳しくて怖いけど、すごくかっこよくっておじいちゃんに負けない研究者なんだよね。二人が協力したらどうなるんだろう。あ、早く確かめなくちゃ。これがアテルマテル。見たところ、まだ 10% も実力を発揮していない。なるほど、確かにこれは凄まじいスペックだ。ティータ、ちょうどよかったわね。ティータ、実際に見たんでしょこれ。見た。実物はどんな感じだったの？ねえ、教えて教えて。この太鼓を見上げても詳しいことは分かんないか。あの、お母さん、どうしてパテルマテルのデータなんて見てるの？新発明の方は？もしかして。その通りじゃ。こちらも準備完了。すぐにでも作業に入れるよ。よし、揃ったみたいね。これより我々はパテルマテルに対抗しうる人型兵器の開発に着手します。オーバルギアプロジェクト始動。パテルマテル、どうしてだろう、どうして。新しい発明って聞くといつもはすごく嬉しくなる。それで何もかも忘れておじいちゃんと一緒に夢中になっちゃうのに、今日はちょっとだけか、これでいいのかな。エリカ、なんじゃこの配線は。どう見ても不要にしか見えんが。これはノイズ対策よ。今回はかなり精密だからそれなりの工夫が必要なのよ。つまりここの動力圧変動がこっちに吸収されて。なるほどの。お母さん。あら、ティータ、何してるの、そんなとこで。あの、私にも何かできることってないのか。私、ベンちゃんのために何かしてあげたくて、でもよくわからないけど、お手伝いがしたいなら一つ頼んどこうかしら。実は面倒なお仕事が残ってるのよね。いいよ、私にできることなら。それがね、全然大したことじゃないんだけど、マードックさんに掛け合って私たちの帰国書類を作るように言っといてほしいのよ。ちょっとイリーガルな帰国だったでしょ。正式な書類とかが必要らしくて。なんだかダンがやたらと心配してたのよね。じゃあ、あとはよろしく。そういう意味じゃなかったんだけど。まあいいや。お母さん
ぐに済ませてこよっと。エイドスよ、無力な我らを守りたまえ。やあティータ君、どうかしたのかね。もしや実験に失敗して有毒ガスが発生したのかね。それとも今度は大爆発して。おじいちゃんもお母さんもいつも迷惑かけちゃって。でも大丈夫です、今日はまだ何も。そうかよかった、女神への祈りが通じたのかもしれない。明日の分もお祈りしておこう。なるほど、今回は空を飛んで帰ってきたのか。それではティータ君が驚くのも無理は。密入国？そうかも。参ったよ、急いで認可証を提出しないと。ティータ君、私の代わりにお祈りしておいてくれないか。今回の発明が何事もなく終わりますように。はい、よろしく頼むよ。お母さんとおじいちゃんが無茶しませんように。でも私に何ができるんだろう。エステルお姉ちゃんみたいに強くないのに、あの時だってエンちゃんに何も言ってあげられない。私もオーバルギアの開発に入れてもらおう。バテルマテルと同じくらいの力があるオーバルギアがあれば、私だってレンちゃんって。よし、この工作機は新型での従来の10分の1精度で加工が行えるのじゃ。こんなものがあったとは。これは基本設計を見直す必要がありそうね。あ、ここにいたんだ。あら、ティータ、そっちの方はうまくいった？うん、帰国書類の方は大丈夫。工房長さん、すぐに用意してくれるって。それでね、お母さん、私もオーバルギアの開発に入れてほしいな。ティータを？あのね、私レンちゃんとしばらく一緒にいたことがあって、レンちゃんは結社に入ってたけど、それでも私の友達なの。レン、どこかで聞いたことがあると思ったら、パテルマテルの操縦者ね。ああ、エリカ、わしの方から補足しとくがの。補足？お母さん、これはどういうことかしらね。アルバート・ラッセル、ティータが結社の構成員と一緒にいたですって。そんなこと資料には書いてなかったわよ。ああ、いや、書きにくいんじゃよ、こういうことは。そういう意味じゃないわ。ティータをあれだけ危険な目に遭わせた挙句この始末。てめえ、可愛い孫とどういう接し方してたんだ。お母さん、私も開発に入れて。私には力はないけど、レンちゃんとちゃんと話がしたいんだ。そのオーバルギアってパテルマテルに対抗できるんでしょ。私も
まさかあなた、オーバルギアを使ってパテル・マテルと戦う気なの？え、そういう意味じゃなくて。ティータ、オーバルギアを作るって。え、チラッと見ただけだけど、二足歩行タイプで。そうじゃないの。オーバルギアは兵器なの。たとえどんなに美化し詰まるところ、人を傷つける道具なのよ。お母さんだってそんなつもりで作ってるんじゃないでしょ。警備飛行艇だってリベールを守るためにあるんだし。そんなつもりは関係ないの。実際に兵器を使うのは私たちじゃないんだから。自分が作った機械でたくさんの人が悲しむことになる。ティータ、あなたはそんなことを考えたことある？それでも力が欲しいって言える？私たちがやっていることはその可能性を含んでいるのよ。私もティータのことは大好き。友達のことを大切に思うのもわかります。でもだからこそティータの参加を認めるわけにはいきません。分かってくれるわね、ティータ？でも軽い気持ちで言ってるんじゃないもん。エリカよ、今回の件ではティータにもいろいろと思うところがあるんじゃろう。もうちっと尊重してやらんかい。だからって兵器の開発なんかに入れるわけにはいかないでしょう。自分の手を離れたものが後々どのように使われても研究者は口出しできない。私たちはそこんとこ腹くくってやるしかない。あの子の思いもわかるけど、オーバルギア計画に触らせるわけにはいかないわ。あの子はこんなことで悩まなくていいんだから。そんなことお母さんに言われなくたって。相談してみよう。お父さんなら。お父さん。ティータ？ああ、ちょっと待って。今そっちに行くから。
そうか、エリカさんは開発に入れてくれなかったか。うん、お母さんの言うこともわかるし、でも悔しい。エリカさんはお父さんとは違って明確な研究思想を持っているからね。情熱に突き動かされるのではなく、明確な動機を持って行動する。特に今回はこのリベールの国防がかかっているんだ。確かにティータの話では太刀打ちできないかな。でも私、ベンちゃんとちゃんと向き合いたいんだ。私が言ってることは子供っぽいかもしれないけど。ティータ、こんな真剣な顔を見るのは初めてかもしれないな。ティータの言っていることは子供っぽいわけじゃないと思うよ。でもね、オーバルギアの開発にはやっぱり関係がないかな。たとえオーバルギアがあっても、その子と向き合うのはとても難しいことだ。ティータ、人と正面から向き合うということはとても大変なことなんだ。多分ティータが想像しているよりずっとね。ティータは優しい子だけれど、優しさだけで分かってくれるとは限らないから。うん、やっぱり私にはベンちゃんと話をするのは無理なのかな。私また何もできないよ。さっきティータはエリカさんに掛け合って逆に説得されてしまっただろう。それはエリカさんが強い信念を持っているからだ。もしその子に深い事情があるのなら、ティータはそれ以上に強い心を持たないといけない。でないとお互いに本音をぶつけ合えないから。そういえばアガットさんが言ってた、喧嘩は気合だ。いや気合というか、アガット君、君もなかなか不安をそそるね。この場合は覚悟かな。その子と正面から向き合ってぶつかり合えるほどの覚悟。口で言うほど簡単なことじゃないけれどね。確かにレンちゃんは結社の人間だし、パテルマテルも強すぎる。私にはエステルお姉ちゃんみたいな力はないし、私の言葉なんか届かないかもしれない。でもやっぱりレンちゃんは結社にいたし、確かに悪いこととかもしてたかもしれないけど、私はレンちゃんのそばにいて一緒にお買い物とかに行ったことがあるからわかるの。レンちゃんは優しいよ。演技とかじゃなくて本当に優しいところがあるんだ。お店で可愛いペンダントを見つけた時は思わず二人ではしゃいじゃったし。
あの時は全然手が届かなかった。でも今なら近づけるかもしれない。オーバルギアがあればレンちゃんが何を見ていたのか、レンちゃんの心を開いて話をしてくれるかもしれない。そうか、ティータにはもう。エリカさん、どう思う？え？お母さん、いつから聞いてたの？最後のとこだけね。ティータ、一つ聞いていい？もしそのレンちゃんがティータのことを友達だと思っていなかったら、ティータはどうするの？何も変わらないよ、お母さん。私もうレンちゃんと関わっていくって決めたんだから。私にはレンちゃんを追いかけていって説得したりすることはできないけど、レンちゃんやパテルマテルのことを知ったり、オーバルギア計画を手伝ったり、こんなことなら私にだってできる。こんな形なら私もレンちゃんと関わっていける。そうしたい。それがいいわ。ちょっと甘い気もするけど、計画に参加するだけの理由はあるみたいだし。え？ほーら、二人ともグズグズしない。ラン、設計図書き直してるからチェックよろしく。ティータ、私たちは結晶回路の試作に入るわよ。お母さん、それって私も開発。この子ったら、何嬉しそうな顔してるのよ。参加したからにはキリキリ働いてもらえますから。うん、任せてお母さん。それじゃ行きましょうか。よし、起動実験に入るわよ。エリカさん、少し休憩しよう。もう3日も働き詰めじゃないか。お母さん、どうしてそんなに元気なの？もう2人とも何へばってんのよ。開発の醍醐味はこれからじゃない。特にティータ、今回の試作機は座席が小さくてあなたしか乗れないんだから。実験にも最後まで付き合ってもらうわよ。でもちょっとだけ。
まあしょうがないわね。こんな状態でミスられても困るし、起動実験を明日に回しましょうか。ティータはよくやったと思うよ。ベテランの技術者でもエリカさんのペースにはついていけないからね。あら失礼ね。私はそんな体力バカのつもりはないけど、28日の金曜日起動実験。そうだけど。大変、お料理しなくちゃ。カペルでのシミュレーションは一通り済んだぞい。ほぼ予定しとった性能はクリアしとるはずじゃが。おやティータ、どうしたんじゃ。明日は月末の金曜日だよ。そうか、アガットのやつが来る日じゃったの。うん、今日のうちにお料理の下準備しとかないと。そうじゃの、わしからのリクエストは。アガット、月末の金曜日とか聞こえましたけど。あ、そっか。お父さんとお母さんはアガットさんに会うの初めてだよね。アガットさん、月に一度は家に来てくれされてね。アガットさんが来る日。ちょうど起動実験の日だったなんてね。彼も運がいいわ。お母さん。あは、ティータ、実はエリカ。ダン、私いいことを思いついたわ。今回の実験には生贄を使います。我が家に遊びに来るくらいだもの。それなりのスペックは要求されてしかりよね。上がったクラスナー。エリカさん、つまり上がった君に実験の手伝いをしてもらう。ああ、なんじゃエリカ。上がったのやつはメカオンチでの手伝いなぞ務まらんと思うが。手伝い。生ぬるい。彼にはこの実験に命を捧げてもらうのよ。大げさだな。でも協力してもらうのは、や、僕も彼とは一度ゆっくり話がしてみたいし。決まりね。明日はきっといい日になるわ。もしかしてアガットさんのこと何か勘違いしてる？ティータちゃん、無事やったか。大丈夫ですか。少し疲れた顔をしています。心配ご無用で戦いにはなったけど、なんとか勝てましたし。そっか、それで一体何があったんや。はい、そんなことが。なるほど、まさしくルールやな。扉を開くのには何らかの条件がある。そして中に入ったら
試練という名前の戦いが、それに勝てば記憶のかけらとやらが見れてミラが手に入る。まとめるとこんなところか。はい、そんな感じだと思います。私が見た記憶のかけらにはまだ続きがありそうでしたけど、そうなるといくつかのパターンがあるのかもしれん。また似たような扉があったら手帳に記録しといた方が良さそうやな。そうした方がいいかも。